で、話しましょう。これで通常も撮っちゃう？あれ、こっちにあれしてください。コラージュ。コラージュっていうのは何て、加工加工。はい、通称通称。今まで一番前だったと思う。じゃあそれを明日かな。明日？明後日？団子ありがとうございます。団子じゃない、だるまだ。加工して、加工してスクショ撮りました。半目ですか？明日？じゃあ今度その件で私に会いましょう。私とお話ししましょう。団子って言っちゃった、ごめんなさい。寒いですか？寒くないです。あと10分だ。で、今日ね、団子みたいなの食べたの。めっちゃ美味しかった。びっくりした、美味しすぎた。今年厄年なんですよ、私。厄年一緒？よくよく行ったよ。 よくよく行きましたよ。いきなり団子をね、食べたい。美味しいよね、いきなり団子。SJK 高2か。そっか、高2の人と生まれた年が同じだから、厄年。勉強をね、しようとしてますね。しようとしてるけどしてない。こんばんは、こんばんは。厄年の厄よく言ったって。厄よけ団子知らない。そう、黒染めしたの、私。気の持ちようや。それや。すべて気の持ちようや。人生は気の持ちようですね。どうしたら髪の長さ映るんだろう。映んないな。でもここで映したらね、ダメって知ってるけどですね。まあ長い、長いよ。いや、もっとね、長かったやつや。で、この人すごい、名前がアップルのやつだ。あやちゃんも切ったって言ってたけど、絶対私の方が短い気がする。あやちゃんもともと長さ、髪長さ握手会で知る予定。いいね、それだよ。公演もね、ないですしね、来月。ないよね。ない気がした。来月はね、全通もありますからね。キミちゃんのヘアアレンジみたい。キミちゃんヘアアレンジね、するよ、よくココナさんに。そう、宮崎と大分ありますよ。K2 の女性性、女子優生声ってほしかった。なんか最近やってますよね。すごい、いいな。赤堀九州行くんすよ。初めて行く。嬉しい、行ったことない。
ね、どうにかして髪の毛を伝えたいのに伝えられないんだけど。岐阜行く。岐阜ね、美味しかったご飯。あ、いけるいける、いけそういけそう。こんな感じですね。宮崎行く？福岡で握手したやん。嘘言ってた。めっちゃ昔じゃないそれ。4月とか。とりあえずエコパに来てください。すごいね、めっちゃ綺麗なんですよ今髪の毛。トリートメントしてサラ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 。いや伝わらない。エコパ来て。あ、映った映った。こんくらい、こんくらいやで。短いで。そうだね、握手会あるね次の日。押す押す。でもね、そんな切ってないのがねあれなんですよね。切ったように見える。全額ダイエットペアだよね。誰だったろう。前はさきさんとラブリンさんと北野るかさんと、北野るかさんと谷さんだ。あ、違う、何で合ってる？嘘。合ってる。てかバレンタインですね。もう終わっちゃう、あと5分だよ。バイバイだね。チョコちょうだい。嫌です。チョコはあげないですね。私が食べる。眠たい。今日前髪がなんかおかしい。あ、ここ分かれてる。ここなんかね、今日美容院行ったんですよ。で最近もまめマジでやばい。寝ぼけてるんだって。本当にごめんなさい。なんかね、たまにめちゃめちゃ誤字してるんですよ。後で見て気づく。ね、本当にごめんなさいあのね、寝ぼけてくるか普通に誤字するか。なんかあの、おやすみっていうメールはこの前はガチで寝ぼけて記憶ないですもん。送った、送った記憶がないんです。でも送っててびっくりしちゃった。でもなぜか読めるから、あ、そっか、ならいいや。2回来てた。2回来てた日なんかあるの。ちょっと見ますね、送ったの。覚えてないな。そういうとこあるよね。そうだね、そういうとこある。そういうとこあるよねを皆さんに知ってもらうために、私はそういうとこあるよねって言われるようなことをしてるんです。あとね、2分。やばい、もう時計があるからもうさ、時間が分かりすぎる。
ふき2個もあるから時間あってないのあるけど、ちょっと読んだ方がいい？ちょっと毎日読んでるやん最近。ちょっと今日は読もうかな、読もうかな、どうしようかなって言ってたらあと1分だよ。